はい、皆さんどうもテントモです。ガンダムウォーズの実況をやっていきたいと思います。というわけで今回なんですけども、7周年記念高野祭 SWGF 弾いていきたいと思います。はい、前回トラバーを弾きまして33連でゲットしたのかな。で、がっつりねスタメンで使っておりまして、非常に強いです。トラバー取ってよかった、取れてよかったって感じなんですが、また新しい機体がね2体登場したということで、僕の好きなユニコーン、そしてよくわからない初めて見るようなハイペリオンガンダムっていうのがね、これが何やら強いみたいでかっこいいですね。うん、赤い角、レッドフレームね、レッドフレーム僕好きなので、はい、このハイペリオンガンダムを弾けたらなって感じですね。まあユニコーン好きなんだけど、まあもう過去にね登場しているので、やっぱりハイペリオンガンダム初めてってことで、でこのビジュアルってことで、でそれに加えて強さを持ってるということで、ハイペリオンガンダム欲しいですね。ちょいちょい見かけるようになってきました。決勝よりもちょっとハイペリオンの方が、多く見かけてきてる感じかなと。はい、まあでもハイペリオンガンダムまだ負けてないかな、ゴールドクラスですけど。はい、攻撃で強いんですかね。はい、その辺ちょっとわかんないんですが、はい、性能ちょっと見てみましょう。簡単に、この虹の彼方に道は続いている。スタートアップ、味方全体 N 回復、上昇継続回復、自分ビームダメージブロック、実弾ダメージブロック、ガッツ、逆境防御、トラップ耐性付与、敵エリアトラップ、必殺技 EN スリップ。はいはい、でサイコフィールド、攻撃阻害、敵全体ビーム攻撃カットチェーン、実弾攻撃カットチェーン、ビーム攻撃上昇解除、実弾攻撃上昇解除、自分 EN チャージ、敵エリアトラップ、 EN チャージ、 EN ダメージ、 EN 妨害、サイコフィールド防御支援、味方全体ビーム防御上昇、実弾防御上昇、ビーム防御ブーストチェーン、実弾防御ブーストチェーン、逆境回復、 HP 回復、サイコフィールド回復、味方全体 HP 回復、自分 EN チャージ、HP 回復、 EN 回復、 EN 妨害って感じなのかな。で必殺技がサイコフィールド低下解除、味方全体ビーム防御ブーストチェーン、実弾防御ブーストチェーン、ビーム防御低下解除、実弾防御低下解除、ビーム防御カットチェーン解除、実弾防御カットチェーン解除、 HP 回復、継続回復、 EN ゲージ回復。やっぱりね、HP と EN 特化って感じですね。そしてリーサルがサイコフィールド。全部なんかサイコフィールドじゃない？あれ？全部サイコフィールド？あ、これは違う。あ、これから全部。あ、全部サイコフィールド。なんだね。なるほど。すげえ。発動条件、味方の1体目が撃墜される。味方全体、ビーム攻撃上昇、実弾攻撃上昇、ビーム攻撃ブーストチェーン、実弾攻撃ブーストチェーン、ガッツ、HP 回復、状態上回復、EN チャージ。なるほど、攻撃バフ。リーサルは攻撃バフ。あ、味方全体ガッツ。へえ、これ初めて。個人ガッツはね、登場してますけど、味方全体ガッツ、いいですね。なるほど。はい。あ、で、攻撃隊。なるほどね。ということで、リーサルなので、こんな感じか。はい。で、ハイペリオンガンダム。こちらも光栄機体。で、こっちは乾燥なんですね。何に変わるんだ？乾燥条件、自身が必殺技を3回発動。まあ、簡単そうですね。はい。で、スタートアップ。硬派防衛隊テクノロジー。へぇ。味方全体ビーム防御上昇、スーパーアーマー。あ、いいね。味方全体スーパーアーマー欲しかった。ビームカウンター、鉄壁。あ、これは強いな。スタートアップ強いな。で、自分、ガッツ、逆境攻撃、トラップ耐性付与。敵エリア、トラップ、実弾攻撃、ダメージ。あ、強いな。スタートアップでも強さがわかりますね。アルミューレ、リュミエール。あ、これってなんかスターゲイザー的な機体？なんかリュミエールってスターゲイザーが持ってなかった？なんか似てる気がする。
作品は何？作品は何ですか？作品は、ああ、やっぱりシード、アストレ。ああ、そうなんだ。へえ、あ、だからレッドフレーム感もあるんだ。いや、かっこいいね。味方全体ビームダメージ軽減、実弾ダメージ軽減、鉄壁、プロテクション、逆境防御、燃焼付与、ボム付与。強いね、味方全体の付与が。敵エリア、トラップ、ビーム攻撃、ビーム攻撃カットチェイン、トラップ、実弾攻撃、実弾攻撃カットチェイン。いやー、いいな。ビームサブマシンガン、前衛攻撃、ビーム属性、必中攻撃、チェイン攻撃、貫通攻撃、状態異常耐性、武装破壊、ダメージ軽減、無効攻撃、防御無視攻撃。直撃がないんだね。味方全体、ビーム防御上昇、実弾防御上昇、ビーム防御低下解除、実弾防御低下解除。そして、フォルファントリー。直線範囲攻撃、ビーム属性、必中攻撃、チェイン攻撃、貫通攻撃、状態異常耐性、武装破壊、ダメージ軽減、無効攻撃、防御無視攻撃。こちらも直撃はないと。味方全体、ビーム防御ブーストチェイン、実弾防御ブーストチェイン、ビーム防御カットチェイン解除、実弾防御カットチェイン解除。はいはい。で、必殺技、アルミューレ・リュミエル・ランサー。直線範囲攻撃、ビーム属性、ひるみ、必中攻撃、チェイン攻撃、貫通攻撃、状態異常耐性、武装破壊、ダメージ軽減、無効攻撃、防御無視攻撃。ここも直撃がない。味方全体、ビームダメージ軽減、実弾ダメージ軽減、鉄壁プロテクション。なるほどね。うん。いや、これは欲しい。うん、欲しいです。はい。で、感想。スーパーハイペリオンガンダム。まさかのスーパーだった。なるほど。スタートアップ。ニュートロンジャマーキャンセラー来たよ。味方全体スーパーアーマー鉄壁。あー、乾燥前よりちょっと減ってますね。自分ガッツ、逆境攻撃、トラップ耐性付与、武装破壊、ダメージ軽減、無効攻撃、必中攻撃、直撃耐性付与。あ、これが加わったのか。で、アルミューレ・リュミエル。敵全体、貫通、状態異常耐性、武装破壊、ダメージ軽減、無効攻撃、防御無視攻撃。あー、敵全体、当たり判定のない。あ、これはいいね。味方全体、ビームダメージ無効、実弾ダメージ無効、鉄壁プロテクション、逆境防御、燃焼付与、ボム付与。敵エリア、トラップ、ビーム攻撃、ビーム攻撃カットチェイン、トラップ、実弾攻撃、実弾攻撃カットチェイン。で、ビームナイフ、前衛攻撃、ビーム属性、ダメージ軽減、無効攻撃、必中攻撃、チェーン攻撃、直撃。あ、ここで直撃が、乾燥後に加わるんですね。貫通攻撃、状態異常耐性、追撃、武装破壊、ダメージ軽減、無効攻撃、武装破壊、ダメージ軽減、無効攻撃、防御無視攻撃。あー、なるほどね。武装破壊をして、剥がすだけじゃなく、さらに、追撃を入れていくと。こいつは何タイプ？防衛だったらそんなにダメージは出ないのか。あ、でも防衛にしてはなんか攻撃力が高いような気がする。あ、乾燥後の攻撃力が高いんだ。なるほど、乾燥後はハイペリオンガンダムダメージ出せそうですね。はいはい。味方全体ビーム防御味方全体ビーム防御上昇味方全体ビーム防御上昇、実弾防御上昇、プロテクション、自分ビームダメージ上昇、連続攻撃、多弾攻撃、攻撃攻撃、ビーム属性、ダメージ軽減、無効攻撃、必中攻撃、チェイン攻撃、直撃、貫通攻撃、状態異常耐性、追撃、武装破壊、ダメージ軽減、無効攻撃、武装破壊、ダメージ軽減、無効攻撃、防御無視攻撃。味方全体ビーム防御ブーストチェーン、実弾防御ブーストチェーン、プロテクション、自分ビーム攻撃ブーストチェーン。なんか似てる感じだけどちょっと違うのが、あ、攻撃多弾。なるほど。そして必殺技、フォルファントリー、照射、多弾攻撃、全体攻撃、ビーム属性、ひるみ、ダメージ軽減、無効攻撃、必中攻撃、チェーン攻撃、直撃、貫通攻撃、状態異常耐性、追撃、武装破壊、ダメージ軽減、無効攻撃、武装破壊、ダメージ軽減、無効攻撃、防御無視攻撃。味方全体、ビームダメージ無効、実弾ダメージ無効、プロテクション。なんか耐久値すごくない？今数値見たら耐久値100万プロテクション？プロテクションの耐久値が200万ってことかな。すごで、追撃も 999%。 すごいな。
すごいな。へえ。いや、味方全体スーパーアーマーいいね。ああ、ここの耐久値も150万。いや、ハイペリオンガンダム、えぐい気がする。なんか勝ててるけど。ゴールドだからか、なんか勝ててますけど。これは、絶対欲しいぞ。アストレイの機体だし、小野坂さん、パイロット小野坂さんもしかして。パイロットは、パイロットが小野坂さんだったら、引かないと。いかん。誰？パイロット誰？ハイペリオンガンダム。ここからじゃわからんのか。はい、ということで。これはハイペリオンガンダム当てていかなければちょっと遅れを取ってしまいそう。提供割合。グレード5 3.5% の 1%1%。他 0.063%。ちょっと待って、小野坂さんなのかどうかちょっと確認しますね。まだイベント、このイベントやってなくて、キャラクター見てないんですよね。ハイペリオンガンダム、あー違うな、ローギュールではないのか。カナードパルス、この人か。はい。はい、では行きましょう、引きましょうとも。ハイペリオンガンダム。ユニコーン好きだけど、これはもうハイペリオンガンダムの方が当たり確定ですね。はい。行きます。早速行きます。とりあえず33連でゲットしたい。お願いします。11連目。トラバーに続いて、7周年の期待、7周年高野菜だけど7周年期待、ゲットしたいです。行きましょう。狙い撃つぜ。頼む、小野坂さん。小野坂さんの力で。タッチ。さあ、海よ。いや、宇宙よ来い。確かトラバーは宇宙だった。ワンモア宇宙。さあ、どうだ？来なかった。しかし、星4が最初に来た。ってことは星5が来る可能性はめっちゃ高いぞ。さあ、どうだ？最後。はぁ、あ。お？劉備玄徳。ゲットすることができました。ここで三国志。三国志の劉備。あ、これ小野坂さんと意外と関係があるんですよね。というのも、小野坂さんって、あの、無双シリーズ、戦国無双、三国無双な、あれの三国無双の諸葛亮やってるんですよね。小野坂さん諸葛亮やってるんですよ。そう。張雲と諸葛亮やってるんですよ。そうなんですよね。そうだ、張雲も普通に関係あるね。張雲と諸葛亮。そうだ。超運も普通に劉備と関係あった。小野坂さんお願いします。劉備ガンダム来ました。これは紛れもなく小野坂さんの力です。いやマジか、めちゃめちゃ使ってましたから、無双がっつりやってた時。小野坂さん一番、小野坂さん使ってたからね。諸葛亮、超運、まあ超運の方を主に使ってましたが、はい。これは面白い引きでした。小野坂さんありがとうございます。劉備、これはね、モーションがめちゃめちゃかっこいい機体なんですよ。そう、覚えてます。はい。しかし星5は来てないんだ。星5は残念ながら来てないんだ。あ、僕スキップしなかったね。そういえば星4の時も最近なんかスキップしてた気がするんですけども、そこもまたなんか小野坂さんに導かれた感じ。いやー、劉備ガンダム来た。笑った。そして最後なんだろう、ジャスティス、なんかジャスティスっぽいような、間違った、デルタ界。ということで劉備ガンダムゲットでございます。これは非常に面白い引きでございましたが、星5が来ない。さあ、でも劉備ガンダム来たってことは流れがいいよ。小野坂さん、今度こそお願いします。ハイペリオンガンダムお願いします。
あのさっきのパイロットとどういう関係性なのかちょっとわからないんですけども、頼む22連目狙い撃つぜ。タッチ、あ、これはなんか宇宙が来るんじゃない、なんとなく、なんとなく、あ、違ったあ、今回ザクワンスタートか。途中で保身はあったけども、まあ最後なんかごちゃごちゃしてたな。これは飛ばそう。はい、何が来た、ケンプファーか。この前星5当てたんですよね。はい、あっという間に、あっという間に11年3回目か。だいたいここで引けてる。33連目で結構引けてますので、行きましょう。はい、一回戻らない方がなんか引ける気が、いやどうかな、戻らない方がなんか引けてた気がする。いやどうかな、戻った方がいいかな。今日は戻るか。はい、そして行きましょう。ラストちょっとハイペリオンちょっと強そうだから、あ、押してしもうた押してしもうた、しもうた。まあいいか、これで来てくれたら何の問題もない。もう満体、来てくれ。さあハイペリオンガンダム、な、何もない、ワンモアがない。ドラゴンガンダムスタート。な、これはちょっと厳しいか、厳しいか。トラバー取ったから厳しい。あー厳しい。あーハイペリオンこれは欲しいぞ。リグコンか。ちょっと待って、どうしよう。200台、あはは、結構減ってしまうね結構減ってしまうね。マジでどうしよう。ハイペリオン強いぞこれは。めっちゃ使えるやん。これはちょっと引かねばならん気がするので行きますか。44連目なんか変えた方が、あ、なんか今日無料ガシャが引けたんだった、そういえば。そうそうそう、これで流れを変える。はい、よしよし、ガンダム、縁起のいい機体ガンダム。ではでは行きます。ハイペリオンガンダムを固定させた方がいいね。お願いします。ちなみに引き解除は、うん、いいでしょう。44連目、さあ66連目までに出てくれハイペリオン。これは強いはず、肩透かしではないはず。いきます、狙い撃つぜ。ここで出たらもう撤退だ。お、星オーバー、初めて。これだよ、星オーバーで来るんだ。タッチで来ないときは星オーバー、そういうこと。ていうか 3.5% なんだから星5何か来てくれよね。星4、2、お、あれユニコーンだな。え、両方来たんじゃない。44連目が泣きの泣きの44連目がもしかして神引きでは、なかろうか。小野坂さん小野坂さん、ここで持ってきてくれましたか、ガシャンを。星4が2体来たんだよね。ボルジャーノンからの、あ、これフォーチューさん、僕の好きな声優さんの力が働いてる。フォーチューさんのボルジャーノン、そして、お、僕のデュナメス僕のデュナメス来た。なんか僕に関わるのが来てるぞ。そしてユニコーンは確定でしょ、あれはユニコーンなはず。さあどう、オラミー、ユニコーンガンダム光の結晶体ゲットでございます。ありがとうございます。こいつ最初のね、星4限定機体の時僕普通にゲットできたんですよね。そうそうそう、だから今回もゲットできました。やったぜ。最悪最悪
これも使える。うん、そりゃね、これも強いはずということで、よしよし、最後のあの機体なんだ、なんか丸っこかったぞ頭が。ハイペリオン、ハイペリオン来る、ダブゲット。あー、びっくりしたしょぼい機体が。最後は紛れもなく星5です。ハイペリオンか、なんかシンプルな感じだったけど、どうか。やったー、ハイペリオンガンダム、ハイペリオンガンダムゲットすることができました。超神引き。そこまでは爆死でしたか。あ、爆死っていうか劉備は引けたけど、劉備ガンダムは引けたけど、やったー、小野坂さん小野坂さん、ここで泣きの44連目で、ありがとうございます。ユニコーン&ハイペリオンダブーゲット、これはあれだ、水星の魔女のダブーゲット以来の神引きですね。まああれは33連目でしたが、44連目で素晴らしい。うわー、これはモチベーションまた上がってしまう。はい、ちょっとここ最近また落ちていたんですけど、はい、まあ忙しくて、はい、ということで44連目で撤退することができました。はい、66年行かなくてよかった。ユニコーンガンダム光の結晶体&ハイペリオンガンダム、見事に2つ射抜くことができました。ありがとうございます。はい興奮。はい、ということで早速ハイペリオン編成に入れていきたいと思います。で、ユニコーンの方も多分入れれる余地はあると思うので試していきたいと思います。いやー、最高の結果でした。33連目までどうなることかと思っていたらね。はい、そして劉備ガンダム、非常に面白い引きでございました。はい、というわけで本当にありがとうございます、小野坂さん。はい、では今回はこれで以上となります。いかがでしたでしょうか。よければいいね&チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ジーク、小野坂さん、ヤングさん、ハイペリオン、ユニコーン。